ちは、新しくちょっと YouTube 始めよう。ちょっとまあ見えてるラジオということで、今日ちょっとゲストをお迎えして、ラジオ、今日のゲスト、こんにちは、エアプランツの大輝です。自社で運営しております。もう一回オープニングからやろう。もう一回やんの。ジンさんの持ち込み企画。そうこれ勝手にシリーズ化しようと思ってるんですけど、ぜひぜひ、はい、やりましょう、やりましょう。で、はい、こう白黒はっきりつけたいことがありますね、一個。えありますよ。え、あります、あります。終わってる。え、終わってます。わかります。もうはっきりと、もう年内、もう大掃除じゃないですけど、今年の汚れ、今年のうちじゃないですけど、そう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 、今年の問題は今年のうちに解決したいことが一つだけ。一つは、本当に一つ、この白黒はっきり、はい、これはもう本当に皆さんを巻き込みたい、はい、っていうか、多数決的なやつなんだけど、うん、分かってます。分かりますよ、それはもうはっきりします。え、絶対勝つつもりで言いますから、ね。はい、一切譲りませんから。いや絶対勝てると思ってるから。これ、同じこと思ってるのかな。ちなみに、動画内で喋ってるやつですよ。そうですよ、知ってます。もう、はい、じゃあどっちが上かでしょ。そうです。当たり前じゃないですか。そうです、そうです、はい、それです、それです。もちろん、そう、今回のこの DJ 陣の見えてるレディオは、はい、こう車のナビ、カーナビ、はい、はい、カーナビ、これについてぜひともこうリスナーの皆さんに問いたいのは、はい、こう本当にナビは皆さんどう設定してますかっていう話なんですけど、はい、あれですよ、目的地入れてなくてもいいですよ、はい、目的地入れずにただ、ね、車を乗りかけて、そうそうそう、カーナビが起動した時の地図の状態が、私の場合はですね、はい、進行方向が常に上を向くようになってるんですよ。そうですね、はい、だって左折すればこう地図自体も回転するっていうものですよね。そうそうそう、あの三角形が常に上向いてるってことですね。だからそうです、自分の車のベクトルが常に上を向く、うん、そうに対して、で私はそうそう北が上なんですよ、常に。北が上でしょ。北が上のマップだから、うん、左折した時はこの自分の矢印がこう、うんうんうん、こう曲がるってことですね、うんうんうん、でこういうふうに過ごす。いや、これはね、これはね、絶対それないって。絶対北が上です。いやいや、みんなくる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 曲がるのはこっちか。そうほら今のそれですよ。いや違う違う、僕が言いたいのはそれですよ。違うくるくる回ってもいいんすよ。わかんないし。いや、だから自分が運転席で前を向いてるでしょ。向いてますね。向いてる情報と画面に出てる情報が一緒じゃないと嫌なの。あ、いいとこある。バンジージャンプ編の時にも全く同じことを言ってたんですけど、うん、じゃ皆さんね、と、うん、まあそれは分かりました、まあ、そういう便利な機能があるのはもう本当に皆さん便利な機能、会話の努力のおかげだっていうのは分かりましたよ、 GPS のね、はいはい、ただね、皆さん、うん、小学校3年生の時に社会の勉強で地図帳っていうものがあったじゃないですか、うん、地図を開いたじゃないですか、うん、あの世界地図から始まり日本地図、うんうんうん、ね、地図って絶対全部北が上だと思うんですよ。うん、うん、でこの地図の上で自分がどこにいるかっていうのは、うんうん、その方向常に北が上でなければ、ね、うんうん、南が上を向いてしまうことになるわけじゃないですか、うん、そしたら何のここにいる場所にいるかとか、どの地形にいるかとか分かんないじゃないですか、うんうんうん、なので北が上っていうその大前提にもっとって、うん、北が上という大前提の中で自分がどこに存在するか、うんうんうん、いや、なんですけど、はい、地図を広げるっていうのは分かるんですけど、はい、ナビの話なのと、今ナビの話なのと、あとその地図を広げた、これも車の中で言ったけど、はい、範囲が広すぎる、はいはい、っていうことと、世界地図だったら北が上だけど、ナビに関してですよ、はい、目的地を向かう、その目的地に向かうっていう目的があるわけじゃん、ナビ、カーナビ、はい、ね。で、どこに何があるかっていうことが情報として別に必要ないわけじゃん、はい、目的地に行くにあたってね、はい、だから自分がどこにいるかとか極論ですよ、関係ないんですよ。あー、OK です、OK です。
じゃあちょっと話の観点をちょっと変えましょうか。で話の論点をちょっと変えますね。変える？変えますから、はい、ちょっとあえてね、一旦聞きます。一旦言ってみましょう。北が上だとこんなことができるよっていうメリットをちょっと違った角度でご紹介したいなと。それ話ずれへん、はい、大丈夫？一回聞きましょう、はいはい、北が上だと、うん、まあ、確かにジンさんのように結構マクロな視点で、うん、目的地に対してどう向かっているかっていうのが分かるんですね、うん、なので、まあ、縮尺でいうと比較的北は引き気味の方が、うん、広範囲にした方が分かりやすいっていうのは多分何かなと分かってると思う。それは分かります、はいはい。でそうなった時にその目的地が仮に移ってたとして、うん、そこまでの途中の道に、うん、例えばですよ、うん、うまいお蕎麦屋さんがあると、とか、うん、こんなところに何とかの滝があってこんな景勝地があるよとか、うんうん、行く途中に、うん、こう途中下車じゃないですけど、うん、あこんな楽しみがあるんだ、あここ通ってこうやって行くんだっていう発見が見つかるんですよ。多分仁さんも経験したことあります。こう走っててあここにコンビニできたんやぐらいの小さい発見でしょ。あの小さい発見が目的地に向かうっていう作業の中だけでそれが得られるんですよ。あこんなとこ通るんだ、あここってあれの近くじゃんとか、北が上っていうのはそんな発見もできるから非常に便利ですよっていう話の角度を変えました今。じゃあそれに対しては、はい、別にそれは進行方向が上で尺度を広げればいいんじゃないのか。でも回っちゃうから見切れちゃうから別に回っちゃう。見切れるって言われたらそんなもうくるくる回っちゃうから。でも一緒じゃん。だったってそれは北側上でも。ちょっとそもそも大輝さんは車に乗るときにどんな尺度で見てんの。そうだね、東海地区全部映るぐらいの尺度で見てんの。そういう話してんの。いやそれは行き過ぎ、それは行き過ぎ。そうですね、なんかオートポリス行くときみたいな感じになってるやんそれ。まあ、オートプレス確かにナビなしで行きましたけど、うん、ナビなかったですけど、うん、まあまあまあ、そんな広くはないですね。どうかな、うん、あかん、バンチぐらい向こう3、4ブロック移りますよぐらいの縮尺。いや、それ僕と一緒ですよ。あ、そうなんですか、うん、でもそれで右折左折しちゃったらこう回るでしょ、地区は。もちろん回りますよ。だから見切れる可能性が高いじゃないですか。切れるってだから新しい発見が新しい発見が。そうそうそう、目的地はぶれないな。それは目的地があるから、それはいい。それはもう新しい発見にフォーカスしてるよね、今の話。角度変えたからね、もちろん。話戻すと、はい、ナビとしての使い道の話ですよ、はい、うん、絶対、いやいや、これ釈然と狭きょうも全然無理です。いや、もうあとはもう視聴者の皆さんに決めていただきましょうよ。もう投票方法どうしますか。コメントか、はい、ツイッターにしますか。ツイッターにこの記事を書くんで、うんうんうん、その記事をツイッター、インスタ、コメントしていただければ。フェイスブック、はい、うん、まあ、ツイッターでどっちがいいですか。ちょっと、なんでツイッターにこだわるの。いや、の方が、まあ、いいでしょ。インスタとかぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。でまあ、ツイッターならツイッターして、うん、ツイッターに、はい、コメントしていただければ、はい、これはちゃんと集計取るから北が上ってこと。いやいや、進行方向が上ってこと。ぜひ、はい、次回もまた楽しみにしていただければと思います、はい、じゃあちょこちょここういう動画も挟んでいくと思うんで、はい、で、スタートするときはいつも基本何も大輝さんには言わずに撮るので。ああ、いいですよ、はい、はい、OK、はい、です。お願いします。こういう感じですね。こういう、いや、もうちょっと良くしていこうと思ってます。